ね、淡路島ラーメン食べに来たんですけど、店主が盲腸になったために臨時休業ということで、まあ病気でしょうがないですね。じゃあ移動します。はい、淡路島ツーリング。バイク走ってたら素晴らしいオペラハウスみたいな建築物が見えたんで立ち寄ってみました。そうするとね、ここに静御前の像があるんですね。静御前が出身地なんですね。白拍子。源の義経の奥さんですね。はい。で、鎌倉に、義経、処刑の後に鎌倉にですね、呼ば、あのー、送られてですね、由比ヶ浜で入水して、水に身を投げて死んじゃうんですけどね。はい、子供を授かっていたということで、ね、男子ならば処刑するということで、由比ヶ浜で水に入れられて亡くなってるんですね。その悲しみから亡くなってるということで、ね、悲運な女性。はい、淡路島出身なんですね。で、ここ来たら淡路島図書館なんですね。ああ、勉強するのにとてもいい環境。ちょっと見学していこう。はい、子供が勉強できるね。ちょっとどんな感じか見てみよう。素晴らしい間取りですね、ここね。受付があって、まあ、当然なんか撮影禁止かな。あ、そこは良さそうだ。勉強もできるんだろう。これ淡路島の何か遺跡の何かなのかな。された。あ、勉強みんなしてないんだな。あ、でも綺麗な、ね、勉強できる空間だ。こういうね、こういう模型もなかなか建築もしっかりしてますね。中が図書室になっている。木のね、しかも支え、まああれかな、自然の木じゃなくてね、合板なんだ。これしっかり勉強できるよね。で、ここが静御ホール。あ、静御前から名前取ってるんだな。天井がここです。静御ホール、日本遺産静御前の、あれですね、名前が残ってる建築物。ちょっとなんかできるだけ行ってみよう。公会堂のようなんですね。ちょっと閉まってて開いてないや。はい、響きって書いてあるのかな。ね、じゃあ次移動しよう。静御前の、名前が残る建築物。ああ、すごい。この外観はね、そう、オーストラリアのね、シドニーのオペラハウスみたいなもんですね。まあ、ちょっと違うと思いますけどね。静御ホールでした。じゃあ次移動します。